こんにちは、またまた、ココです。本本さんのヒルズです。リフトジムですね。なんか噂によると、チームリフトだし、プロテイン一杯あるよって言われてるんで、じゃあ飲み来るかって。がめつくね。がめつく。そう、はい、飲めるもんは飲みたい。トロピカル味なんですよ。で、僕リフトで一番好きなのはトロピカルなんですよね。だから普通に楽しみっていう。僕あんま好きじゃないけど。そっか。僕トロピカル系あんまり。でも僕マンゴー好きじゃなかったけど、マンゴーのこっちは好きだったんで、ね、スムージーは。ちょっと楽しみだね。はい。まあ、飲めるかどうかわかるけど。マジで来たんやこいつらってなるかもしれないですね。広島やから適当に言ってみたけどみたいな。うわー、来おったみたいな。来たね、呼ばれてないから。そう完全に呼ばれてない。まあ来てくださいとはね、その、まあまあ、言われてたでしょ、うん、その来て飲んでくださいみたいなのは言われてました。ワイルはね、持ってきたけど、はい、いっぱいの札束が入ってます。来ちゃいます。錦戸に怒られるから、ね、多分リフトジムでやる筋トレはどうですか？最高。緊張するわやっぱり。逆にやっぱ緊張する。どうですかリフトジムでやる筋トレは？いやーテンション上がるね。やっぱ違います。なんかねやっぱ綺麗だしね。うん、これリフトの新作です。確かに初めて見ました。可愛いよね。はい、超可愛い。下は前からあるやつですか？下は前のやつなんだけど、可愛いよね。どこが？いろんな組み合わせができるから。おお。関根さんが置いてったやつ。へえ。なんか変に握らなくていいから結構いい。この高さでそれも身長の、あ、ちょうど違うか、肩の高さの問題でしょ。そうか、そう。毎回同じ顔するのは何なんですかね。再現性の高さを。やっぱマシンのようにトレーニングをするというね。そういうことですよ。もうほら、もう見て、こんな汗かいて。絶対言っちゃうよ。ただリュックしょってた。リラック前に来させてもらってからさ、はい、ここに来るような人は静かにトレーニングするんかねって言ったじゃん。そうだね。そうっすね。本当にその良すぎて、無駄な音がいない。マナー良すぎて、ちょっとこの声すらもちょっと緊張しますね。うん、でもまあちょうどいいっすよ。今日マウスピースやるつもりなかったからマウスピースないし、うん、あの軽くね、なんか軽くできる。本当にこうとかいう声も線マシンのガチャンぐらい。本当にそう。図書館かなここみたいな。関根さんとか撮影してましたよね。どうなったんだろう。わかんないですね。本当にできんでしょ関根さん。ですよね。うん、チームリフト初のできんっていう。だって僕らのこの今のちょっと抑えた声からしたら5倍ぐらいあるね。余裕でね。エディにね、ごめん関根さん嫌いじゃないけど混んでくれん。言われてる可能性はありますよね。人間としては好きなんやけどごめん。ジムのコンセプトに合わなすぎるんです。でも見て、肘がね、あんま痛くなくなったのよ。お、割とできる。まだね、そんな重いのではできんけど、割と。わあ。でかい。でかい。あとこの T シャツピチピチやから燃える。でかいっすよね。うん、ちょっと太くなった。でかい。オセロ。ちょっと高い。どうすかこのレッグプレスのマシン。普通にいいと思う。チームのジムレッグプレスないからさ。そうですね。ね、なんかいいよね。なんかくつろいでる人みたいな。はい、くつろいでます。今日はね、ちょっと軽めだから。ああ、これで軽めなんですね。160キロ。これも足裏メインだからね。あ、なんかまた前やる時とは重量がちょっと変わる。マッチョ。マッチョ。でかいっすね、マジで。よし。
マジではやめて、ここで言わしてるみたいな。マジではちょっと本当にマジで気使ってますの、マジでだ。いやいやいや、僕からしたらもうでかいんで。それはね、はい、それはそうだろ。当たり強。どう、でかい物取る？いや、でかいっすよ。誰と比べて、いや比べるところおかしいなの出すやろ、どうせ。もしかしたらもう塚健よりでかいかもしれない。今日検証してみよう。 ありますね。トレーニング終わってスムージーをいただきたいと思います、はい、期間限定の、はい、8月1日から発売で、もうなくなり次第終了らしい。だからいつまでか分かんないからお早めにっていうことでした。お味が、はい、トロピカルボムですね。あのトロピカル WPI のトロピカルをベースとしたやつです。入っとるものが人参、パイン、ピンクグレープフルーツ、ビーツ、バナナ、ヨーグルト、グアバジュース、トロピカルプロテイン。ちなみに PFC はプロテイン 20g、ファット 2g、カーボ 34g、 これはいいですよね。トレーニング後にちょうどいい。セサミはうまいけどちょっと脂質が高いんですよ、ね、だからご飯としてはいいけど、うん、ちょっとトレーゴにはちょっと向いてない、ね、しかもトロピカルって出るじゃん。はい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 、あんまり行ったんちゃう、もう行った、もう行った、もう行った、はい、じゃあ行きたいと思います。え、どうですか。あー、え、あー、いや、いや、美味しい美味しい、うん、あ、でもトロピカルが好きじゃないから、トロピカルが好きじゃないから、うん、大好きではないけど、うん、まあ美味しい飲み物であると思う、うん、だから大好きではない。まずいことはないんだよな、基本多分。トロピカルって結構さ、なんかジュースのように飲みやすいじゃん。僕は好きです、プロテイン自体が、うん、まあ唯一好きみたいなところあるけど、トロピカルが。いきます。わあ、全然飲みますけど、マンゴーとかセサミンを覚えてるからまだ、と比べると落ちます、だいぶ落ちる。いや、僕やったらマンゴー選びます、これやったら、ね、うん、いや全然うまいですよ。期待値がちょっとかなり私下がってますけどね、うん、飲んでみます、うん、ああ、人参かな、あのね、期待値が下がっとった分、うん、かなり私的には美味しい。なんかでもやっぱ草っぽいのはいますよね。いるいるいる、草っぽいのは俺だから、それがちょっと嫌だ、ね、いや多分人参の、あ、まあ、あとビーツの土っぽい味と、まずいマンゴーってさ、草っぽいのが強いじゃん、うん、あの皮目部分みたいな、そう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 、ちょっと 青っぽい、あれみたいな、あそこまでじゃないけど、うん、あれみたいなちょっと苦手な鼻に抜ける風味が僕は、うん、確かに、いや、これ多分ビーツなんですよ、ビーツだから全然美味しいんだけどね、いや本当に美味しいんだけど、ちょっと苦味がある、ね、そうそうそう、なんかちょ苦味っていうのかな、これビーツの土の味でしょ、これ多分、うん、ちょっと土っぽい感じはします。でも私は嫌いじゃないよ、これ女子好きそう、あ、僕も嫌いではないよ、うん、あんま好きじゃないかなみたいな、そのさらっと今ある中じゃ選ばんかなみたいな、うん、そう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 、でも意外にこれなんかすごい結構緩いサラサラかなと思いきや、飲んでみたら結構存在感あるよね、それは確かに、ね、いやでもこれ飲んでみてほしい、だって期間限定でしょ、夏に飲むとしても絶対マンゴー、いやでもさっぱりして、いやさっぱりして美味しいよ、うん、美味しい、トレゴとか、僕はちょっと草がちょっとでもあるとあんま好きじゃないっていうだけ、うん、ランクインはせず。まあ本当になんかもなく不可もなくです、すいません、美味しい、でもトレゴにいい栄養補給できました、それは本当にできました。ありがとうございます。みんなもリフトジムに入会して美味しいスムージー飲んでね。うさんくさ。入会せんでもこれは飲めるけど、ね、飲めます、でも入会してください、はい、はい、じゃあこの動画がいいと思ったら、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レモンチャンネルのハーブちゃんとリカさんとダンデハラダマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ひど、何、ひど、間違えたの。